さんこんにちは。今日は特別に副音声でお送りします。はい、今日の主役はパフズのシュークリームキットです。これを使って優雅なおうちカフェをしたいと思います。このキットには冷凍されたシューと美味しいカスタードクリームがもう含まれているので、もうあとはお好みで好きなフルーツを用意するだけです。では早速まず下準備から。今回の私の裏テーマはお花畑なので、とにかくフルーツをたくさん薄く切りました。まあちょっと花びらのように。はい、でこのシューは1回オーブンで焼き戻さなきゃいけないので、オーブンレンジで5分ほど焼きました。じゃーん、もうほんとこれだけなんです。で冷ましている間にこの美味しいコーヒーを入れていきたいと思います。これはアマゾンで適当に買ったコーヒーなんですけど、意外と美味しくてまた買っちゃおうかななんて思っています。でコーヒー私すごく大好きなので、いつも豆から引くんですけど、まあ旅先でいろんな美味しいコーヒー屋さんを巡ったりとか、そういう時に自分にお土産でコーヒー豆を買うのも大好きです。でこのミルで引くのって意外と体力いるんでね、多分やったことある人はわかると思うんですけど。そしてカスタードクリームも1時間ほどで解凍されるので、それは事前に忘れないでください。冷凍シューを半分ぐらいに切って、とにかくクリームを詰めていきます。ほらこんな簡単、くるくる回すだけです。そしてもうほんと好きなようにデコレーションしていきます。もっとフルーツ乗せたい人はもっと乗っければいいと思うし、別にフルーツじゃなくてほんとシンプルにカスタードだけっていうのも美味しいと思います。でブルーベリーはどん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 詰めてみました。ブルーベリー大好きなのでとりあえずいっぱい詰め込みました。そして仕上げにまたカスタードクリームを絞って帽子を乗っけると、見てこれめっちゃ可愛くないですか？私やったのってもうカスタードを絞ってフルーツを切ったぐらいなんですけど。でこれね、コーヒーを入れてるこの時間大好きなんですよ。蒸らして、でちょっとずつ香油を垂らして、もう部屋中にコーヒーの香りが漂うのがもうほんと幸せで、朝割とちゃんとこのためにこれを楽しみに朝起きれるみたいなところもあります。で最近は紅茶にもハマっているので、紅茶とコーヒー半々ぐらいですかね。でこちらのマグは前回の動画で紹介したちーちゃんが引っ越し祝いでくれた変異のマグです。かわいい、しかも耐熱なの、電子レンジもいけるの、最強です。このマグ、じゃじゃーん、できました。見てこれ、プロが作ったみたい。もうこれシューが6つぐらい入ってたから、もうお友達呼んでみんなでシュークリームナイトとかやりたいですね。では早速いただきたいと思います。もうこのね、生地がサクサクでクッキー生地なのが私のお気に入りポイントで、お店が渋谷にあるんですけど、気になった方はぜひ行ってみてください。今日も動画見てくれてありがとうございました。またねー。